あれもじゃあめです。今回ですけども、こちら、スワップルーンの解説をやっていこうかなと思います。はい。では見ていきましょう。このルールはね、まずどちらから始まるかといったところだが、ぷよスタート。結構ね、ぷよスタートかテトスタートかで結構変わってきたりするんで。今回はぷよスタートで、こちらは新 GTR ですね。新 GTR に対し、相手は先寄りの GTR。お互いまあ形は、まあ悪くはないかな。さあ一回2連鎖打った。俺一回2連鎖打って、それをしっかり4連で対応している。黄色入れて、なんとかギリギリ間に合った。まあ、4連でしっかり止まってんの見て、赤ハッカー。それに対して相手は黄色ハッカーで、お互い本線をハッカーして直列で来た。まあ、このスワップルールっていうルールは結構その、下穴が直列で来やすいんで、かなり火力が美味しいこと、美味しくなることが多いんですよね。で、火力増し増しで、どんどん送っていたが、相手しっかり中開け連で耐えに来る。連鎖数もこちらの方が上回ってはいたが、しっかり耐えていきましたね。さあ、仕込みだが、こちらはテトリス仕込みに対して相手2ライン仕込み。できれば単発打ってからテトリスにコンボをつけたかったが、ギリギリ間に合わず、単発にコンボはついてしまった。しかも、青ハッカーが間に合わず、かなり振って不利になった。一回単発打ってから、できるだけ連結を増やして単発って、単発って相手に邪魔してるが相手発火してくる5連鎖。それに対して、こちら単発のコンボで耐えれるかこれ。3ライン消しから2ライン消し2ライン消し。一応コンボ好きなんで、まあまあ、火力はあるが、ギリギリか？エルミノアイミノで掘って相手テトリス。からティースピンダブルって致死量送られちゃいましたねこれ。さあ、カサリゲー。大身ので飾ってコンボつけて、どうだ？単発からの2ダブでコンボつけるが2ダブでは帰らない。さあ4段強振って、さらにそこにテトリスの仕込みプラス3連鎖でダメ押しですね。さらに全消し。これはもう絶望的かな。まあ、全消しがなかったとしてもテトリスの仕込みプラス3連鎖で確実に刺さっていたので。今のはやっぱりあそこかな、あの、プヨの青ハッカーだったかな。あそこが間に合わなかったのが敗因でしたかね。さあ、パフェ済みにパフェ取られて、こちらは DT 連の構えだが、あまり地形がよろしくないですね、これ。一回 J ミノで削って T スピンダブルにして、ちょっと地形が悪いんで地形整えてから2列連チックだが、テトリスからの T スピントリプルにした。さあ、TST 間に合わずに、ソフトドロップになってしまう。それに対して相手テトリス仕込み。これはちょっとぷよ側では不利ですね。まあ、しかし、そのスワップルールっていうのは、あの、ミノを設置しないと消えるシステムなんで、引き続き TST、T スピントリプルの形は残ってますね。なんで切り替わり間際にすぐに T スピントリプル打てる地形ではあるが、しかしちょっとこれ、ぷよ側でさすがに不利なんで、ちょっと不利ですね。TST からのテトリスがコンボ付きなんで、だいぶでかい。9連だったかな。しかし、なんとか耐えに行く。テトリス堀から堀のルート、S ミノ、J ミノ、Z ミノまでの4連、5連か。5連まで掘ってって、テトリス側の地形では有利。不要側もまあ5分ぐらいなんで、有利じゃないですかね。相手 J ミノのキミス。J ミノを置いてから T スピンシングル打とうとしたけど、J ミノのキミスがちょっと痛いぞ。さあ、連鎖日、ちょっと入れようとしてるが、相手一回単発って、どうだ？さあ、ちょっと考えながら、黄色入れて、もう無難に発火した。無難に発火したが、あんまりこれ俺連鎖日入ってないぞ。どうだ？しかし、テトリスの地形ではだいぶ有利。S ミノ、T ミノまでか。相手8連、9連か。9連まで打ったけど、やはりテトリスの地形の差で刺さりましたね。すぐにやっぱりその、切り替わった時にコンボ、だいたいプヨ側ってコンボつけるんで、テトリスで速攻で火力が遅れるか遅れないかって、だけでね、だいぶ変わるんだよね。地形が悪くて火力遅れないと、相手に火力送られて、そのまま行動不能になってしまうので、切り替わりマニアのテトリスの地形もこのルールにおいては非常に重要と。さあ、こちら新 GTR に対して、相手も新 GTR だけど、ちょっと形はだいぶ違いますね。こちら赤ハッカー。多重チックにして、まあ、連鎖数を稼いでる感じで、相手赤ハッカー。相手もまあまあありますね。青、赤までか。赤まで、
こちらも、まあまあある。お互いでかいぞ、これ。お互いでかい。何連対何連だ ?12 連か。紫、こちら紫までの10連、12連に対し、相手が、11連か。あ、お互いでかい。DT 連組んで、これは繋がるか。で、トミの、大海のエルミノに繋がりますね。繋がるんで、まあ、有利でしょう。相手は、これ3ライン消しか。テトリス仕込みじゃなくて3ライン消し。あ、こちらとりあえず発火できるように、無難に。まあ、連があるんでね。連がありますかな。コンボ連の連、コンボ連の連じゃなくて、コンボの連は非常に強いんで。無難に、ぷよぷよでコンボをつけられれば大丈夫だろうといった思考で、発火して、さあ、8連、9連のコンボ付き、10連のコンボ付き、11連のコンボ付き、で、さらに13連のテトリスを刺さる。まあ、13連のテトリスでコンボがつけられればめちゃくちゃ軽くいったけど、まあ、ちょっと間に合わなかったですね。しかし、それでも13連目のテトリスは非常に火力が高い。やっぱりね、このコンボの連はほんと強いですね。ただでさえ連火力強いのに、そこにコンボが加わることによって、まあ、凶悪な火力になりますから。めちゃくちゃ強いと。さあ、こちら再び GTR。それに対して相手は、新 GTR か。相手が、先寄り GTR。で、ちょっと連サビ、青。ちょっと連サビ入れにくい形になってるが、なんとか緑まで入れたか。緑まで入れて紫発火。相手も発火してくる。これはどうだろう。連鎖数的には、同じぐらいか。さあ、こちら T ミノの置き水が痛い。相手8ダブだったかな?に対し9連鎖、こちら9連鎖なんで、一応、1連鎖でかいが、ちょっと T ミノの置きミスが入っていたんで、あんまり明確に有利は取れなかったですね。さあ相手 T スピンシングルでコンボつけて、こちら3ライン消しのコンボ。さあ打ってくる3ダブ。デカめの3ダブ打ってきて、こちらもデカめの 3ダブの、コンボで返す。一段強振りましたね。さあ仕切り直しでどうだ?緑か。緑発火で、こちら2連鎖のコンボに対して、相手1連のコンボ。とりあえずお互いコンボつけた感じですかね。お互いちょっと穴腹が来ていて、フレンドが来る。さあ、まさかの、収録中にフレンドが来て、まあ、ちょっと、予想外といったところだが、まあ、引き続き解説していきます。さあ、速悪化しようと思ったが、これ伸ばす判断。相手撃ってくる。さあ、テトリスの火力が割り込んでくるぞ。さあ、それのせいで伸ばせずに撃った。どうだこれは。コンボの5ダブ。コンボの5ダブの6連の連結で帰らない。4段強振って相当不利。めちゃくちゃ不利。青発火。青発火の、とりあえずコンボっすね。コンボ付きのテトリス、テトリスだが、相手掘り連。ファンデーションまでの掘り連で、こちらどん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 火力濃くて、ティスピンダブルからのテトリス。からのテトリスかな?テトリスで、相手空手、刺さってない。おー、すごいな、今の。エスミノで、ちょうど刺さりませんでしたね。空手打って、ちょうどエスミノが、はまって、なんとか2ライン消しで耐えに行く。今の耐えは、相手いいっすね、非常に。刺さりそうだと思って、だいたい、刺さると思うんだけど、今のは、耐えるのを確信して、打ったんですかね。それだったら、すごい、いいプレイ。今回は、こちらは、先寄りの、まあ、なんか、L 字っぽい形に対し、相手が、なんだこれ、GTR か。ちょっと変則的な、先寄り GTR。黄色ハッカー。それに対して、引けたか、こっち。紫ゾロハッカーか。紫ゾロでハッカーできる、次。相手8連鎖で、こちらは後打ちっすね。本戦後打ちなんで、まあ、できるだけテトリスで軽減させて、うまい感じにコンボをつけたいところだが、どうだ。Z ミノ、L ミノ、で、S ミノ置いて受けて、I ミノでコンボが。さあ、相手は、3列連。相手は連の構えっすね。さあ、後打ちで、これは、6連までか。6連までコンボついてからの、8ダブの9連鎖。
さあ、相手の連の構え次第ですね、これは。一回赤で、二連、ってから、しかしコンボつけれないか、これ。黄赤なんでコンボがつけれないぞ。さあ、俺、セカンド黄色発火で、さあ、先打ちの強みのコンボ連だが、コンボがつけられないとなると、だいぶ連も弱くなってくる。こちら、どん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 火力を送って、さあもう、あれ、赤いのが2個あるのは相当ですね。さあ、火力重視で、どん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 、Tスピンダブルからテトリス、Tスピンダブル、で、1ライン削ってからテトリス、もうどん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 、火力増し増しっすね。さあ、王冠と赤玉2個、これは返せないっすね。やっぱりあれかな、この試合は、相手のコンボ、ぷよぷよ側のコンボがつけられなかったのが、でかかったかな。ぷよでコンボしっかりつけて、テトリス側で、まあ、連をうまい感じに繋げれば、もしかしたら、5分ぐらいまでいけた可能性はあるけど、やっぱり、こういう風に見るとあれだよね、スワップはその、仕込めるか仕込めないか、コンボを仕込めるか仕込めないかで、かなり、火力が変わっていきますから、コンボは命、と見た方がいいぐらい重要ですね。はい、でもこんな感じで今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。